皆さんこんにちは、アイトシュです。8月2日に、色星カメラで、本日8月4日の新発売のプライム商品を予約して、今日、本日発売日に届きましたので、紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちら、じゃじゃじゃん。機関車トーマス、プラネルトーマス30周年記念、キラキラトーマスのハロウィンのパーティーコレクションですね。全体的に見るとこんな感じ。今回、トーマス、青いキラキラトーマスはなんと5年ぶり、25周年記念以来の、まあ、登場ですね。あと顔が CG 仕様になっております。で、蝶ネクタイも5年ぶりですね。で、ケーキカシャと。前回は家畜用のカシャと、チョコタンクシャです。ですが、今回のタンクシャはイチゴジュースカシャで、で、プレゼントカシャがブレーキシャですね。そしてなんと、5年前はウィンストンだったんです。ウィンストンとトップハマット教でしたけど、今回はパーティーハロルドが付属されてますね。なんかハロルドが今年公開された、まあ映画仕様となっておりますね。はい、こんな感じになっております。いやーなんかとてもキラキラし、30周年といえ、とてもキラキラしていて素敵ですね。はい、こんな感じになっております。なんと裏はね、こんな感じです。ありがとう、プラレールトーマス。トーマス30周年。いやー、トーマス無事に30周年を迎えることができて、本当に僕も嬉しかったし、やっぱり、機関車トーマスのね、キャラクターたちを製品化してくれたタカラトミーさん、いつもありがとうございます。本当に感謝しております。そして、もう一つ、こちら。じゃじゃじゃん。機関車トーマスに虹を渡ろう伸びるブリッジですね。全体的に見るとこんな感じです。虹の橋の上件部品はなんと6年ぶりになります。前回はバーティーと踏ん張り側のトーマスだったんですけど、今回はびっくり側のトーマスで、ボディがレインボーカラーになってますね。いやー、これはとても素敵なセットですね。で、これが6000円で、30周年のものが5000円で、2つの値段で、1913ポイントを使って、なんと9087円で買いました。まあ、他の店舗、他のまあ通販と買うと、やっぱり9500円近くになるんで、やっぱり色橋ポイント使ったらこんだけ安く買えたのは本当に良かったと思いますね。はい、そんな感じ。早速ですが、レイアウト作って発射していきたいと思います。で、行こう。はい、レイアウトがこんな感じにできました。虹を渡ろうの、伸びるブリッジの、レインボートーマスと、その後ろに30周年記念のトーマスと、して、ハロウですね。あ、そうだ、なんか、トーマスの30周年の開け忘れてしまいましたね。早速ですが、ね、ちょっと紹介しますね。これが、プラレールトーマス30周年の、30周年記念のセットですね。プラ列車カード。プラレールトーマス30周年記念、蝶ネクタイをつけたメタリック仕様の青いキラキラのトーマスだよ。サングラスがかっこいい星のスペシャルマーキングで飾り付けしてパーティーへ向かうハロルだよ。はい、トーマス。30周年のトーマス。編成は全体的に見るとこんな感じですね。なんとね、ハロルドがね、サングラスの上に30周年と書いておりますね。で、ブレーキ車です。で、反対側はヒロとゴーロンですね。まあ、あとは、結構キラキラと、輝いておりますね。すいません、ちょっと開け忘れてしまいました、ね。早速ですがね、差し寄せていきたいと思います。
で、ここを通るとグラグラと。6年前はこのギミックはありませんでした。やべえ、追いついてしまった。で、虹のトンネルにあと、手元にですね、ちょっと距離を置こう。なんかこれが近く、水のトンネルと水の橋があるとね、すごいトーマスの世界の虹を感じますね。ああ、なんか脱線しちゃった。はい、30周年記念キラキラトーマスハロードのパーティーコレクションと虹を渡ろうノビールブリッジの走行シーンいかがでしょうか。やはり感想としてはやっぱりプラレールトーマス30周年記念ということでね、まあこんな感じで豪華なセットが発売するなんてもう本当驚きですし、いやタカラトミーさんにはもう本当に感謝したいほどですね。虹を渡ろうのビームブリッジと30周年記念キラキラトーマスハロードのパーティーコレクションいかがでしょうか。やはり感想としてはもうね、トーマスはね今年30周年ではあって30周年記念としてね、今年はね2つのセットが出たのが本当に嬉しいことですし、特にあのパーティートーマス青いキラキラトーマスが今回は CG 仕様でもうとてもなんかクラッカーみたいな、まあ、模様みたいなものがあって、ハロードはなんとサングラスと30周年って書いてあるのがとてもゴージャスですし、なんでね、この伸びる虹橋がね、6年ぶりに、再登場したのが本当にまあ嬉しいことだなというふうに思いました。今回はね、あの下が 橋の下がね、なんかグラグラレールなんで、ね、まあ面白さがすごいアップしたのかなというふうに思いました。はい、そんな感じです。これからもね、タカラトミーさんプラレールトーマスの、CG 化されてないキャラクターをどんどん製品化してほしいです。こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイ。